さて、今週2つに重賞があって、前日も動画でアップロードしたんですけども、函館記念の方、よろしくお願いいたします。はい、函館記念はね、毎年函館の鬼みたいな馬がやってきて、それでリピーターが勝つレースではあるんですが、今回函館の芝で2勝以上を上げてる馬っていうのが、1頭もいない。これで勝ったことがあるという馬はもちろんいるんですが、はい、2勝以上を上げたことがあるっていう馬がいないっていうのが、僕はこのレースのポイントかなと思うんですよ。例年にない函館記念なので、そういう函館実績がない馬の中で何を上位にどう見ていくかってことなんですが、まずね、僕軸として考えたいのは13番デビッド・バローズです。函館芝といえばのロードカナロア3区なんですね。なので函館の芝は絶対的に得意なはずなんですよ。なので前走初の函館となる巴賞のレースがどうかと思って見ていたら、やっぱり気持ちよくスイスイ先行し、2番手からずっと競馬して逃げた鳳凰ビスケッツを追いかけていったんで、やっぱりロードカナロアの函館の走りは違うなと、これはデビッド・バローズ勝ったかと思いきや、鳳凰ビスケッツに見事に残されたんですね、はい、僕はこのロードカナロア3区デビッド・バローズを破った鳳凰ビスケッツの前走は高く評価できると思うんですよ、はい、あの展開だったら大体刺すだろうと思ってたんで、やっぱりあの粘り足を見てると、この馬も相当函館適性が高いんじゃないかな、うん、この函館記念でも構想して、はい、来年の函館記念でも人気薄でも勝つタイプを鳳凰ビスケッツだと思うんですね。来年の函館記念、ぜひ鳳凰ビスケッツ出てきたら狙ってくださいこれを覚えてる人が何人いるかどうかって話ですけれどそれぐらいのなんか適性を感じるんですね。というのもお父さんがマインドビスケッツでちょっとダートっぽい感じの血統なんですよ。だからやっぱり重めの芝っていうのが合うんでしょうね、まあ、それが前走の巴賞に来たと考えると、うん、前走の巴賞1、2着のフォービスケッツ、デビッド・バローズはこのレースでも重視した方がいいと思うんですね。というわけで私20丸はデビッド・バローズの逆転に打ちますけど、対抗はフォービスケッツの印をまず打とうと思います、はい、この2頭の軸で勝負したいんですが、黒三角に面白いなと思うのは10番トップナイフです。トップナイフは3歳児は一戦級で活躍して G1 でもホープフルでも2着に入るぐらいの実績馬なんですが、はい、その後ちょっとパッとしなくてお声出てきましたっていう感じなんですね。菊花賞以来ですということになるんで、どうなのかなと思うんですが、うん、トップナイフの成績をデビュー戦からずっと見てるんですが、この子洋芝得意だと思うんですよ。前々走の札幌記念で強敵相手に2着したレースが5番手から3番手で4コーナー先頭にまくりかけて、そこからビュンと伸びて、まあ、最後刺されて2着には落ちたものの、勝った馬プログノーシスだからしょうがないと思いませんか。正直言ってプログノーシスに負けたんだったらトップナイフよう頑張ったと思いません。この札幌での走りを見てると洋芝が合ってるんだろうなと思うんです。でしかも過去の戦績見ても洋芝での構想が目立つんですね。勝ち倉こそ少ないんですけど、うん、構想してるんですよ札幌函館で。なのでトップナイフはやっぱりね、父親がデクレーションオブウォーっていうのも良くて、少し重めの芝に向いてる血統じゃないですか。なのでそれも生きてんのかなと思うんですね。やっぱり札幌記念の2着は高く評価できるので、ここは休み明けですが黒三角を打ちたいというふうに思います、うん、というわけで上位3頭はデビッド・バローズ、鳳凰ビスケッツ、トップナインの3頭ということにします。あとはなんですが、僕ね、巴賞で3着したアケルナルスターはどうかなと思ったんですよ。そうしたら、はい、館内ジョッキーがこれやめて16番のマイネル・クリソーラに乗ってきたんですね。マイネル・クリソーラ函館1101っていう函館の適性の高い馬なので、館内ジョッキーこっちの方がワンチャンあるなと思って、多分アケルナルスター捨ててこっちを選んできてるんですね。その選択肢が怖いんですよ。というわけでマイネル・クリソーラーに白三角、実力馬チャックネイトに同じく白三角、これも函館一戦一勝の馬ですね。馬券はデビッド・バローズの単勝、それから12番13番10番を1、2着に据え、3着目に大外15、16を入れた3連単フォーメーション、この2通りで勝負してみようかなというふうに思っています。わかりました、はい、今回の函館記念なんですけども、はい、先生の予想を聞いたら大体外枠になっちゃってますね今回。そうですね、うちもだいぶ荒れてきたので、まあそろそろいいんじゃないかって気もするんですよ、うん、まあ何よりも何よりも巴賞のパフォーマンスをちょっと上位に取りたいというふうに思います。わかりました、はい、今回デビッド・バローズの逆転ということで本命を打たさせていただきます。
ということで、函館記念が終わりまして、で来週から札幌と新潟、また、まあ、そのあたりから有力馬がいっぱい出てくるので、新潟は楽しみなアイビスサマーダッシュもありますね。開幕の新潟でやっちゃうと断然スピードの絶対値が問われるレースになるので、ここは面白いです。開催が進んでからアイビスやると完全に8枠しか来なくなるんで、今の開幕週の新潟だったら、はい、まだうちの芝もそこまで荒れてないから、うん、確かに内枠の人気薄のスピード馬が内から押し切っちゃう可能性が見えるので、展開予想にどうぞご注目ということで、楽しみに新しい競馬場の登場を待ちたいと思います。わかりました。ということで、函館記念の予想終わっていくんですけども、はい、まあ、夏競馬もガンガン予想しているので、参考になったよとか面白いなと思った方がいらっしゃったら、ぜひともチャンネル登録といいねボタンよろしくお願い申し上げます。今回はありがとうございました。はい、ありがとうございました。